普通にプログラムすれば、全然大したことのないプログラムなんですけど、ワンライナーにすると、単に死にますね、これ。じゃあ、そうですね、もう55分なんで、ちょっとやりますか。あ、いけた。いけた。いけたんで、そうですね。じゃあやりましょう。ですね、とりあえず、一回計算するのこんな感じですけど、ですね、問題、そうですね。今回大事なのはプロセスなんで、ちゃんとプロセスをちゃんと、これワンライナーじゃなくて、ただのオークプログラムじゃないか。はい、そうです。はい。端末に書くと、ワンライナーになるわけで。ただ、ワンライナーで使うテクニックは、いろいろ出てくるんで、とりあえずですね、2行ずつ計算しなきゃいけないですよね。だから、とりあえずその準備はですね、例えば N は1行目だと X1 にこれ入れて、XY1 に、2、こう2列目入れてってやって、で、2列目以降で、例えばですね、X5 にドル1、Y5 にドル2とやりますと。で、これで例えば、そうですね。あ、そうですね。で、ゴニョゴニョ計算した後に、もともと X5 だったのを X1 に入れて、Y1 だったのを Y5 に入れますっていう。これが準備ですね。これだと、この行で、こっちの行で、X1、Y1、X5、Y5 をちゃんと定義できてるんで、これで計算ができるということになります。で、試しに、そうですね、プリントの X5、Y5 とか、こうやってみて、そうですね、やります。はい。これで、ちゃんと値入ってるな、都度が分かると。で、そうですね。で、もうちょい確かめるために、これ X1 出しておいて、で、この処理やると必ず下の行が書けますので、必ずこうエンドで、プリントの X1Y1 とっていうエンドの接が必ず出てきます。で、これで準備 OK です。で、ここで、この今プリント X1Y1 してる前あたりに、この P2、P3、P4 順番に計算していけばいいということになって、やり方としては、例えば、この長さ求めましょう。この長さ。これが、割る3。3等分してるから割る3で、で、何の割る3かっていうと、X5 引く X1 の次乗を足す、Y5 引く Y1 の次乗ですと。ですね。で、今度この角度ですね。角度シータ。シータって書きましたけど、A にします。X5 引く Y、X1 ということで、これで角度、アタンになっちゃった。アタンがないんだ。アタン2あんのにアタンがない。こんな感じで。これで、ここの長さと、この角度出ましたということで、あとはもう落ち着いてやっていけばいいわけで、X2 はじゃあどう、P2 の X 要素ですね。どうなりますか。X1 に L×cos の A を入れればいいと。Y2 は、Y1 に L の sin の A を入れればいいと。で、もうちょっといい。そうですね。で、X3 は X2 の、X2 に、L×cos の3.14。この行で1行しかないんだから、すいません。で、60度足します。A に60度足します。A に60度足します。それで、Y3 が Y2 足す L×sin の、一緒ですね。3.14159203と60度とですね。で、これでちょっと出してみましょうか。X1 プリント X2Y2 のプリントの構造がちゃんと事前にしっ
っかり頭に描き切れてれば別にインデントする必要はないという話で、まあ、これでまあこんな感じで数字が差し込めますね。で、そうですね。でもちょっと一遍書いてみますか。すみません。ちょっとこれはコピペで。こうやってやって、ビューアーってどうやって出すんでしたっけ？これでなんかこう、1、2、P1、P2、P3 まで書く。で、P4 がないかなんかこんな変な形になってると。そうですね。で、で、あと P4 を書きゃいいということで、どうしましょう。じゃこのあたり。で、X4 は、X5 から L のコサインの、引いたもので、Y の4は、Y の5から L かけるサインの A を引いたものですと。この辺、配列使えばいいかっつったら、そうでもないですよね。ワンライナーだとごめん。添え字の記号とか面倒になるんで、Y4 ということで。で、これで多分できてますね。で、まあ、これで、できると。になります。で、まあ、あとは、この入出力を、何回もこのワンライナーに入れればいいんで、まあ、ホワイル文とか書いてファイルに出してとかやればいいんですけど、ちょっと生クラこいて、新開発の術で すいません。まあ、これで何回も何回もパイプに通して、どうし、10ぐらいいきますかね。終わんないですかね、10ぐらいまでいくと。指数上に増えますか、ちょっと終わんない。6ぐらいにしときますか。で、終わりますね。で、この出力を、また、ここにプロットに突っ込むと、よいしょ。よいしょ。ということで、まあ、こんな感じで、模様できます。ということでした。3.141529になってます。ごめんなさい。ちょっと数字間違えてます。ってな感じなんで、どうしましょう。もう4時過ぎちゃってる。ごめんなさい。ということで、まあ、これやってみるのはまた後にして、まあ、これでそうですね。皆さんもフラクタルが、セルゲイボットに打ち込めるということで、ちょっと試してみてください。はい。じゃあ、すいません。4時過ぎてるんで、締めに行きたいと思いますが、まあ、今日は、さっきも言いましたけど、ワンライナーでやるような話ではないですね、本来。本来そうではないんですけど、まあ、これ無理やりワンライナーでやることで、ワンライナーの力が、ちょっとつくかなと思って、も8問出しましたと。あと、まあ、やっぱり、ここまで来ると、そうですね、Ruby 使ってる人いましたけど、やっぱ Ruby 強いですね、ここまで複雑なことをやろうとすると。だから、メソッドがいろいろ準備されてるんで、まあ、単純に多くでやるよりは短くなると。ただ、そうですね。逆にそのメソッドが多くなると、調べる時間が増えるんで、もう調べなくても多くのこう単純な、ライブラリーとか関数で無理やりやっちゃうっていうのも、まあ、やらないってことはないので、まあ、だからまあ、そうですね。一長一短なんで、まあ、こういうこともできると、まあ、そうですね。まあ、面白いかなと。役に立つかどうかはよくわかんないですけど、面白いかなと思います。ということで、今日皆さん、大変お疲れ様でございます。どうもありがとうございました。はい。ということで、第53回シェルウェイ勉強会はこれで終わりにしたいと思います。はい。で、あと業務連絡ですけど、LT されたい方いらっしゃいますか？今日も多分、いろんな配信方法が使える。多分 YouTube 用意できる人は YouTube で配信すればいいし、あとは Discord でやってもいいし、っていうような状態だと思うんですけど、LT やりたい方は、Twitter で、表明してください。で、私も今日はあります。LT ネタがありますので、まあ、最低1人はやるということで。そうですね。で、そうですね。じゃあちょっと休憩を置いて、4時20分ぐらいから LT、まあ、他に人がいない場合は私が LT そのままやるって感じで、にしといて、まあ、4時20分からまたやりましょうということで、お疲れ様でした。はい。じゃあ、本編の配信はこれで、
終わりにしたいと思います。お開きにしますので。はい、じゃあ止めます。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい。